トレビゾンド帝国は、アナトリア半島の東北端、黒海の南東に面した国家。図では、桃色と白の縦縞で表されている。1265年のバルカン半島及び小アジアを表した地図1400年のトレビゾンド帝国。トレビゾンド帝国は、1204年に、東ローマ帝国の首都コンスタンティノポリスが第4回十字軍の攻勢によって陥落した際に、 東ローマの皇族が各地に樹立した亡命政権の一つ。首都はトラペズス。トラペザス帝国とも表記される。東ローマ皇帝アンドロニコス一世、コムネノスの孫、アレクシオスコムネノスが1204年4月、トレビゾンドを占領して建国。コムネノス王朝の本流を継ぐ者として、メガスコムネノスと称した。 当初は東ローマ帝国の亡命政権の中では最初にコンスタンティノポリスを奪還する勢いであったが他の東ローマ系亡命政権との連携を変えたためニカイア帝国やルームセルジューク朝に敗北し小アジア北東部ポントス地方の地方政権に転落してしまった君主の称号もコンスタンティノポリスを奪回した パレオロゴス長のミカエル8世の要請に応じて1282年に、ヨハネス2世がコンスタンティノポリスを訪問した際に、ローマ人の皇帝の称号を放棄し、全東方とイベリア及びペラティアの地の皇帝にして、先制君主を名乗るようになった。しかし、東ローマ帝国滅亡後の1461年に、オスマン帝国によって滅ぼされるまで、約250年間存続し、 史上最後の東、ローマ系国家となった。国家としてはあまり強大ではなかったが、東西交易路の途上に位置するその地理的状況は、この国に多くの富をもたらし、また、周辺のグルジア・アルメニアなどのキリスト教文化圏との交流も盛んであった。外交上は、東方のイスラーム諸勢力、特に白洋朝、ペルシアとコイン関係をもとにした。 同盟関係を結ぶなどして独立維持を図っている。東ローマ世界の飛び地として、この帝国でもギリシャ正教の文化が継続し花、開いた。首都トレビゾンドに残る聖ソフィア聖堂、ポントスの山中に創立されたスメラ修道院などが、その代表的な姿を今に伝えている。帝国の住民を構成したギリシャ系の人々は、 他のギリシャ人居住地域から切り離されたままオスマン、帝国の統治下で、ギリシャ政教やギリシャ語などのギリシャ的な文化を保持し続け、後に、ポントス人と呼ばれることになる。アレクシオス一世、アンドロニコス一世、ヨハネス一世、マヌエル一世、アンドロニコス二世、ゲオルギオスヨハネス二世、テオドラアレクシオス二世、アンドロニコス三世、マヌエル二世、バシレオス一世、 A.N.A. パレオロギのアンナミカエル・ヨハネス3世、アレクシオス3世、マルエル3世、アレクシオス4世、ヨハネス4世、ダビド・ドイツ語、英語版のページにも参考文献が掲載されている。A.B. ネズ・ユキオット2011 P 12, 2017, P 5,、P112、チャールズ・キング2017、P175、ネズ・ユキオット2011、P108 から115。ありがとうございます。